はい、ここからはサイドボードの解説に移りたいと思います。サイドボードは基本的に打ち消し呪文、追加の除去呪文と追加のプレインズウォーカーという構成になっています。各打ち消し呪文は対戦相手に行って、よって入れ替えることになるのですが、こちらの頑固な否認はもうコンボデッキだったりコントロールデッキだったら何でも入るぐらい万能なカードです。こちらのカードは無色のカウンター呪文になるんですが、ウルザトロンであったり神話であったりランタンコントロールといったデッキに主にサイドインすることになります。はい、こちらの軽蔑的な一撃、こちらはタイタンシフトだったりその4マナ以上が主軸になるデッキに対してサイドインします。はい、それと、蛮行、集団的蛮行、こちらのカードは、ライフを得たりすることもできるんですが対戦相手の妨害も兼ねています。なのでこちらのカードもタイタンシフトのようなデッキにサイドインすることになります。追加の除去に関しては、単体除去ではなく全体除去呪文、クリーチャー、すべてのクリーチャーに2点であったり、すべての同じマナコストのパーマネントを破壊するカードであったり、このデッキが苦手とする、横並べ戦略に対する回答になっております。こちらは最近流行りの人間デッキだったり、神話デッキといったデッキに対してサイドインされます。ティムールの激闘はそれとは少し役割が異なるんですが、メインボードでお伝えしたように対戦相手が大量のブロッカーを用意してきてもしっかり勝ち切ることができるように、クリーチャーが大量に入っているデッキに対してサイドインします。最後にこの2種類のプレインズウォーカー、どちらもコントロールデッキ相手にサイドインしたり、長期戦になりそうな消耗戦になりそうな相手、ミラーマッチとかですねに対してサイドインすることが多いです。はい、ここからはサイドインアウトについて少しお話ししたいんですが、個人的にサイドアウトしやすいカード、よくサイドアウトしているカードをこちらに並べてみました。このあたりの除去カードは分かりやすいですね。対戦相手にクリーチャーが入っていないときはこのあたりのカードをサイドアウトして、追加の打ち消し呪文を入れるようなイメージです。それとこちらの通り魔の悪霊と選択、このあたりに関しては対戦相手がビートダウンデッキだった場合に支払うライフが少なかったり、選択を打っている時間がないときにサイドアウトします。その代わりに入れるのは追加の除去呪文であったりティムールの激闘であったりといったカードです。はい、あとは、対戦相手がクリーチャー主体のデッキであまり打ち消すものがないという時はこのカード頑固な否認をサイドアウトして、違うカードに入れ替えます。ティムールの激闘は対戦相手が除去が多いデッキ、ジャンド、アブザン、青白コントロールといった時にサイドアウトします。はい、コラガンの命令も器用なカードではあるんですが、このカードの効果が薄い、例えば手札を1枚捨てさせると、クリーチャー回収2点ダメージを与える程度しかできない場合は、よくサイドアウトします。特に3マナのカードをサイドインする場合は3マナのカードが増えすぎてしまって、デッキの動きがいびつになってしまうことがあるので、そういった際には入れ替えたりします。基本的にはこれらのカードをサイドアウトして他のカード、死の影だったり、そういったカードはあまりサイドアウトすることはありません。はい、以上がグリックス・デッシャドウのサイドボードの解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。